さあ、ということで今回はワンピースキングオブアーティストトラファルガーローの開封レビューを行っていきたいと思います。やっぱりこのシリーズのパッケージはかっこいいね。まあ有名なね、こちらの通り、書いてある通りの原型師さんはですね、背面はアップになってますね。で、反対側の側面がこういう感じで開けていきましょう。表ですね。表重心のやや下かもしれないっていう、まあそんな感じですね。はい、こちらがコートと下半身と上半身と頭部と補助パーツと帰国。すごい多い。6パーツか。じゃあ組んでいきましょう。はい、組んでいきました。かなり取り付けに時間がかかりましたね。難しかったな、これは。まあ、全体的にはこういう感じですね。ここのね、補助パーツの部分、まあ台座か、これは。コートがここに乗るようになるんだけど、今これ隙間あるじゃないですか。これぴったりコートを乗せると、こんな風に傾いちゃうんだよね。これ個体差だと思います。だからそこら辺ね、結構個体差があるんじゃないかなと思ってますね。まあ、とりあえずこういう感じになります。じゃあ細かく見ていきましょう。一旦台座兼補助パーツは外します。はい、まずは顔からいきましょう。あのね、思っていた通りですね、あのシャンクスとね、ほぼ同じです。あのパッケージの写真に比べると、やっぱり顔周り、まあ肌だよね、要は。ちょっとつるっとしてるなっていう感じ。パッケージの方だとね、結構肌感。ちょっと細かいなんかザラッとしたようなね、まあ自然な肌感だよね。それが見られたんだけど、まあしょうがないよね、それは。まあ顔はこういう感じになりますね。どうでしょうか、これは。似てるかな、どうかな。で、帽子はやっぱこういう質感、モコモコしたようなね、そこら辺の再現度は本当に高いよ。まあキングオブアーティストではね、本当に、素晴らしいな。後ろの方もね、本当にこういう風に細かいんですよ。どっかの惑星みたいだね。まあパケシャ通りの角度だとこの辺になりますね。じゃあ体の方行きましょう。まあ目の前に手があるんでね、まあ、やっぱ手の造形とか見事だよね。こうやってね、爪までね、あと指関節にあるシワとかもね、こうやってしっかり再現されてるんだよね。で、このタトゥーもね、そうだね、タトゥー全然浮いた感じしないですね。こういうね、アクセントになる部分ってね、結構ね、浮きがちなんだよね。まあ、プリントとか多いからさ、全然浮いた感じしないですね。ただやっぱりどうしてもね、顔もそうだけど、若干ね、肌はツルッとしてテカッとしている感じはあります。正直そこはありますね。で、シャツの方はね、しっかりシャドウが入ってますよ。ウォーカーとムーンイエローって感じかな。そんな感じですね。結構ここら辺にシワの入り具合とかね、いい感じですよ。ほら、こうやって影が入ってるんですよ。で、間近で見るとこうやってね、シワ感、まあ、細かいね、質感、テクスチャーだよね、しっかりね、彫り込まれてますよ。やっぱりキングオブアーティストは安定だね。で、右手の方もね、まあ、帰国を持ってるんで、まあ、こういう感じになってますと。こういう浮き出てる骨格の部分もさ、しっかり再現できてるしね。こういうのもね、難しいと思うからね。手にする側は当たり前のように見てるけど、難しいと思うんだよな。で、シャツのね、隙間から見えるこの、まあ、胸周り、素肌ですね。そこら辺もしっかりこうやってね、造形されてて、タトゥーもしっかり入ってますと。違和感がないぐらいね、しっかり奥までね、造形されてますよ。で、ズボンの方行きましょう。やっぱりローと言ったらね、こういうジーンズだからね、ここら辺もね、本当にリアルだわ。衣装の方はやっぱりそんなにテカテカしてないですね。ツヤが落ちてますね。三分ツヤぐらいかな。こう本当にこのテクスチャーが素晴らしい。横に入ってるんだね、こういう筋がね。はぁ、ローはやっぱりね、足が長くて細くてね、まあいい体してんね。靴はやっぱりマットだからね、こういうなんか革感、レザー感というものがね、なんか結構出てるよ。で、靴の裏はこういう感じです。多分ね、こういう感じだと思います、実際も。つるっとした感じ。そういう靴あるからね。まあ後ろから見るとこういう感じですね。で、コートの方もね、すごいよくできてる。このモフモフの、まあ一本って言い方でいいかな。しっかり細かくね、造形されてるんですよ、これ。こっちもすごいね、本当に。ものすごいテクスチャー感。プライズだからね、あくまで。すごいよね。まあ、完全なマットではないけど、ほんと程よくって感じですね。で、帰国ですね。帰国もよくできてます。持ち手の部分とか、まあ、本当に細かいなぁ。キングオブアーティストってやっぱもう人物もそうだけど、こういう武器一つとっても、そのパーツごとのね、テクスチャー表現が本当に秀逸だよね。で、鞘の方もね、こうやっていい感じなんですよ。光が当たると本当に綺麗。ちょっとね、ザラーっとしたような感じが見えてね。ここのね、金メッキパーツもしっかり細かいですね。あ、ちなみにこれ自立は全然しないですね。全然自立はしないです。パターンですね。
で、この前のグラメンのローと比べると、まあこういう感じになりますね。もうサイズ感がまずね、全然違うっすね。うん。で、やっぱテクスチャー具合とかも、まあこっちの方がやっぱりね、細かいしね。これもね、悪くはないんだけどね。全然こうやってね、近くで見るとね、こうやってこっちも割とね、細かくね、生地感入っているんだけどね。うん、まあどちらもね、やっぱりパッケージの写真とはどうしても変わるのは、それはしょうがないね。うん。で、こちらが帰国のトップの部分で約 26.5 センチになりますね。若干上下にね、帰国が動くと思うから、まあおおよそですね。およそ 26.5 センチになります。まあなのでね、やっぱりまあシャンクスと同じ感じかなってしたね。うん。まあ想像通りですよ。おそらくね、顔周り、肌の部分がね、若干ツルッとはしてるんだろうなと思ったね。で、衣装とかの、まあ、生地感、テクスチャー表現は秀逸な感じかなって。まあ本当に思った通りでしたね、そこは。こうなんですよ。コートをここに乗せるとちょっと傾いちゃう。だから俺の個体はこういう感じ。乗せない方がいいんですよ。そこら辺の個体差は結構あるとは思うんですけどね。でも全然取っていいですね。プライズでね、この6パーツって言われと、ここまでのクオリティで持ってこれるのは、まあさすがキングオブアーティストですよ。これは本当におすすめですね。顔が似てる似てないのね、好みはね、まあそれは人それぞれですよね。僕は全然許せますね。ということで今回はワンピースキングオブアーティストトラファルガーローの開封レビューを行っていきました。ご視聴ありがとうございました。それではまた会いましょう。さよなら。